渡らせ、京鉄道は89から300系機動車。渡らせ、京鉄道は89から300系機動車。渡らせ京鉄道は89から300が当たき、同社は JR 足尾線を第3セクターに転換して開業した渡らせ、京鉄道が開業にあたって準備した機動車ある。1989年、平成元年に2両が製造され、2015年、 平成27年まで使用された。本校ではは89から300型と同様の車体、走行装置で座席配置などが異なり、1990年、平成2年に3両、1993年、平成5年に2両が製造された渡らせ。渓谷鉄道は89から310系機動車。渡らせ渓谷鉄道は89から310型機。 同社についても合わせて記載する。1989年、平成元年3月29日に、JR 和潮線を第3セクターに転換して開業した渡らせ、渓谷鉄道が開業に際して投入した機動車で、ある。富士重工業製のレールバス LE カー E をベースとした、両運転台、トイレなし、ロングシートのは89から100系2両、両運転台、トイレなし、 セミクロスシートのは89から200計3量と、共に、車体大型化のため、富士中工業製 l ル EDC をベースとし、観光団体輸送を考慮、車内を全席転換クロスシートとしたは89から300計2両が製造された。は89から102が、開業間もない1989年、平成元年5月14日に落石に乗り上げて、大破し、 同年7月1日に廃車されたため、大体と車両増備のため1990年、平成2年3月には89から300型と同様の車体で、車内をセミクロスシートとし、トイレを設置したは89から310計算量が製造され、1993年、平成5年4月にさらに2両が追加された。 は89から300型で丸型だった前照灯は角形に変更されている。は89から100系、200型では車両ごとに異なる塗装が採用されたが、は89から300系、310型ではは89から311、意外部に赤金色一色取り、側面にステンレス製の動物のシルエットのレリーフが取り付けられた。 和89から301には1990年、平成2年7月にトイレが設置された。和89から310型は全車トイレ付きで製造されている。2011年、平成23年と2015年、平成27年には89から300系、各一両が廃車され、和89から300型は形式消滅した。 富士重工業製の地方交通専用、機動車 LEDC をベースとする。客用扉は幅 990mm の折り戸が、運転室直後に1箇所と、反対側の車端に1箇所の2箇所に設けられた。扉間には、上段固定、下段上昇の広幅の窓7組、強幅の窓1組が設けられ、強幅のものは運転室のない側の扉直後に設置された。 は八十九から三百十一以外は外部塗装がクレナイ動色一式となり動物のシルエット調のステンレス製レリーフが取り付けられたは八十九から三百十一の製造時はは八十九から百二と同じ上半分スズメ茶下半分アイボリーだったは八十九から三百0系の全小刀微刀は丸型のものだがは八十九から三百十型では角形に 変更されている。和89から300型は、全席転換クロスシートで通路を挟んで両側に2人掛けの座席各12組が設けられた。和89から200型は、車内中央部に4人掛けボックスシート6組を備えたセミクロスシートである。整理券発行機、運賃箱などのワンマン運転対応の機器も設置された。 は89から310型は製造時からトイレを備えている。1990年、平成2年7月に波は89から301にトイレが設置された。エンジンは日産ディーゼル製、ペ 6HT03 ディーゼルエンジン、電側定格出力 184kW、1、900rpm を一気搭載、動力は スカー 0.91A 機体変速機を介して、台車に連達される。前くらい、側台車は二軸駆動の同台車 FU34HD、後くらい側は FU34HD で、いずれも空気バネ式である。制動装置は、SME 三観式直通ブレーキが採用され、機関ブレーキ、排気ブレーキ、リターダブレーキを併用する。暖房装置は、 エンジン排熱を利用した温風式だが、当期早朝に暖房の機器が悪かったため、1991年、平成3年11月には89から300系の床下にウォーターヒーターが設置された。和89から310型は製造時からウォーターヒーターを装備する。冷房装置は、能力 25.6kW、2 2 0 0 0キロカロリー。 H の IBC-23 が一気搭載された。1989年、平成元年3月29日に、JR 和潮線が第3セクターに転換し、渡らせ、渓谷鉄道が開業するのに合わせ、は89から100系2両、は89から200系3両、は89から300系2両が投入され、渡らせ渓谷線気流駅、 マトウ間で運用された。開業にあたっては、JR からの車両譲渡や、JR 車両に禁じした車両の心臓も検討されたが、路線の性格を考慮、運転コストの削減、会社のイメージアップを狙って、レールバス型の心臓車両を投入することとなった。開業間もない1 9 8九年、平成元年五月十四日に落石に乗り上げては十九から百二が大破し、 同年7月1日に、廃車、代替と輸送力増強のためは89から310計算量が1991年、平成3年3月に製造されている。1990年、平成2年7月には301、202に、トイレが設置された。1993年、平成5年4月には89から310型が2両、増備された後、2011年、 平成23年には89から301、2015年3月には89から302が廃車され、は89から300があたは形式消滅した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。